すっかり夜型配信だな。白猫さん起きてたんだ。いやもう昨日のさ、昨日のバイオ配信で完全に昼夜が逆転しちゃってさ、一回なんかね、あの3時、2時、3時ぐらいに起きたんだけど、またその後昼寝、夜寝して、さっき起きてお風呂入ってなんかしようと思って配信してみた。なんか今ポケモンでさ、なんだっけ、エースバーンか、エースバーンのテラレイダやってるみたいだから準備しようと思って調べながらやってる。今調べてます、何が効くか。完全に昼夜逆転した。ニートなのにさ、結構あのちゃんと生活リズム正そうと思って、そうめっちゃ寝た。いつもはさ12時とかには寝ようっていう気概でいるんだけど、たまにこうやってね昼夜逆転します。逆転したところで何にもないんですけどね。めっちゃ寝たよね昨日。なんだっけな、6時ぐらいまで配信してて、朝の。その後寝て、2時ぐらいに起きて、にわちゃんの配信見て、やっぷやっぷおはやっぷ、お馬だよ。あ、おはやっぷ、お馬だよ。あ、私はお馬じゃない。やっぷやっぷ、ありがとう、ちょっとね。配信してみた。まだオーマを奪わないで。アイデンティティを奪ってしまって今。あ、リザードンをたくさん卵作ってたんだよね、そういえば。寝起きみたいな喋り方しようって。なんだろう、なんか寝起きなんすかね。Y からをまとったら敵になっちゃう。あ、やばい、敵になるのはやばい。なんだろう。寝すぎて頭が働いてないです。言うて12時前ぐらいになんか起きてお風呂入ったりしてたんですけどね、目は覚めませんでした。すいません、めっちゃ見られてるんですけど、怖。今やりたいのがなんだかっていうと、じゃわいは寝まして。あ、おやすみ。ありがとう、顔出してくれて。寝てください、おやすみ、またね。何をしたいのか。わお。あ、水分補給きた。ホラゲだね、わかるわかる。ホラゲはちょっとまた喉がやられるんで、また今度にしました。今日はココアを入れてきました、お風呂上がりなので。お風呂上がりなのね。つながりがよくわかんないけど、アイスココア。違う。
インターネットに接続したら出るかな。やべ、なんかやべ、久しぶりすぎて操作がおぼつかない。ドラクエトレジャーズとかやってたからなんか変な感じだった。これか、これかな。エースバーン、つら拝みに行くだけ行ってみるか。どこや。ちなみに大量発生、あ、にわちゃんが好きなモルフォンだ。格闘固定なのかな。うーわ、びっくりした。邪魔しない。じゃあ登って。こんばんは。あ、サカサカサカスさん、こんばんは。今ポケモンのテラレイドバトルイベントに向けて準備しようかなっていうふぬけた配信です。うお、あれがエースバーンなのかみたいな。で、あ、取って、ナイス。おお、これだ。1234567、つ星なのか。強えじゃんそれは。なるほどね。まあ見たかっただけで、まだ準備できてないんですけど。なんかグレンアルマがいいって言うからグレンアルマ作ってみようかな。ポケモンあんましないからわかんないですけど、頑張ってください。イカ略。あ、ありがとうございます。今からやっちゃう。これで一旦やってみる。一旦ちょっと強いかどうか見てみよっか。いや、あんま知らないのに見に来てくれてありがとう。サカサカサカスさんってどういうゲーム好きなんだろう。白猫さんはスプラとホラゲっていうのは知ってるけど。よいしょ。一旦さ、一旦強さ見てみるわ。75レベルで。ちょっと一旦ね、もしかしたらこれで勝てちゃう可能性あるからね。したらもう終わりよ、エースバーンは。ずいぶん詳しいじゃん、もしかして。もしかしてストーカー。やばいやばい、リスナーをストーカーしてるのやばいでしょ。逆じゃないの普通。ビルドアップ、あ、すごい、エースバーン、めっちゃサッカー選手みたいな動きするんだね。私あの剣立ての時さ、あれなんだよね、あの泣き虫の子にしたから知らないんだよね、あんまり。うわー、全然グレンアルマ使ったことないからよくわからん技覚えてる。するのは最近エイペックスばっかりですね。あ、エイペックスやってるんだ。はいはいはい。なんか今なんか来てる。レイド中ってなんだ。
気のせいかな音って思ったけど、あ、シーナさんレイドしましたってなってる。ああ、レイドされてるのか。うわすいません、今気づきました。レイドをご存じない。ごめんなさい、ごめんなさい。レイドしました、こんばんは。あ、こんばんは。ずんだもんなのだ。ずんだもんなのだ、ありがとうございます。あ、シーナさん、皆さんありがとうございます。あれ、シーナさん、お初でございます。なんかシーナさん、さっきポケモンやってモンハンやってるの見ましたよ。わあ。こんなふぬけた私の配信に来ていただきありがとうございます。わーい。今ポケモンのエースバーンのテラレイドに向けて準備しようと思って、ちょっと様子見で育成してないグレンアルマで戦ってみてるところです。わーい。サンサンサンド移動さん、どうもどうもありがとうございます。嬉しいです。やったー。私結構ライトゲーマーエンジョイ勢なので、いろんなゲームやってます。エースは何締めでやりごたえありますね。あ、そうなんだ。ちょっと今ね、ちょっと手出してみてるところです。ちょっと待って、よく耐えた方だよね今。わあ、ありがとうございます。今ちょっと死にかけなんですけど、シーダさんのリスナーの皆さん、シーダさんの配信がない時、暇な時に来てくれると嬉しいので、あの仲良くしてください。よかったら。弱。いや、まだいける。この配信は寝落ち推奨配信ですか。あ、そうですね、私の配信は落ち着いた清廉潔白な癒し系清楚配信なので、寝落ち配信にぴったりですね。死ぬな。エースバンジョン、嘘やめてください。嘘じゃないです。自分で思ってる分にはいいでしょう。わあ。何事かと思うたらね、この右下のやつ、どっかの真摯な配信とは違いますね。これのロイのスタンプです。やめてください。私が丹精込めて、どこかの真摯さんとは違うのか。丹精込めて書いたスタンプです。どっかの紳士って誰ですか。変態紳士さんですか。私はもう清楚系配信者って言ってるんでね、よろしくお願いします。ナイス。 ありがとうございます。こないだ作ってもらったスタンプです。仲良しの配信者お友達のにわちゃんって子にね、ちょっと仲間頑張れ。それ以上は聞かない方が、ね、それ以上は踏み込んだらまずい。やめておきましょう。あと3326。あ、てかサンさんはこないだあれですよね、フォローしてくれてシーダさんの配信見に行った時かな。配信じゃないや、フォローしてくれた方だ。あざす。そうですね、あざすあざす。あ、サンダイドさんもありがとうございます。フォロー嬉しいです。やった、シーダさんありがとうございます。やった、よろしくお願いします。サンド移動さん、読み方合ってんのかな。わいわい、頑張れグレンアルマ。あ、テラスタルできんじゃん。レイドって面白いシステムですよね。ね、なんか読み方合ってます。あ、あざす、オッケーっす。レイド前に一度海外の方からレイドされたことがあって、でそれが初めてのレイドされて、何が何だかそんなシステムあるんだってなりましたね。私もなんか誰かにやりたいんですけど、いつも忘れちゃうんですよね。
え、でもありがとうございます、レイドしてくれて嬉しいです。英語でわからなそう。あ、そうそう、お互いなんか何言ってんだこいつ状態になっちゃってね。死んだ。初めてレイド機能を知りました。あらそうなんだいやでも知らないよね、知らなかった私も。本当にスイッチのまだほんの一部しか知らないまだ表面しか見てないです、スイッチの、スイッチくんの。みんなポケモンする人なのかな。ちょっとあのグレンアルマを育成してみようというそういう配信になっております。まだまだじゃの池だよ、モンハンの民です。あ、モンハン、あ、なんかレベルモンハンランクめっちゃ高かったような気がする、パッと見た時に。いやまだまだっすね、自分精進します。ほんで、いやモンハンもねやってましたよモンハン、モンハンライズやってた、やってた。あんまりテクいことできないから脳筋で一生懸命投げてた。そんな誇れるようなものじゃないですけどね。いや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 、いやだ、私モンハンマジで初めまして適当にチュートリアルで終わってそう。あ、のろこちゃん、はじめまして、ありがとうございますありがとうございます。ちょっと今エース版対策してみようのコーナーですよろしくお願いします。テラレードやりました？私今今やってボコされたんで育成しますチュートリアルは、チュートリアルでは終わってない、ちゃんとやったよ。でも全然ハンターランク低いかも。エースバーン対策、欲を貯めて殴る力、力こそパワーってことか。パワーイズパワー、待って、育成の仕方忘れたわ、ちょっと待って、何すればいいんだ、教えてくれインターネット。パワーパワー、気合でね勝てればいいんですけど。え、特性をもらい火に変えるの？まず、あら、あ、しかもテラスタイプをエスパーにするの？全然違うんですけど理想と違いすぎる。やるか。まず特性パッチってありますか？よし、諦めるかもう やめとく。エースバーン君には勝てないってことかな取り合い、でもやるだけやってみるかね。どれですか特性パッチはどこですか？あ、待って、テラピース足りねーちょっと待ってくれ。ってなると話が変わってくる。ピエンってなると、じゃグレンアルマくんやめとくグレンアルマくんじゃないのかも。ヤドラン、ヤドランがいいらしい。ヤドちょっとやめよう。ちょっと待って、ヤドラン持ってないですか私。うわ、持ってないやうわー、
ドランなら敷居低いと感じました。ヤドランが一番敷居低いですかね。でもヤドンをあ、オッケーオッケー、ヤドン捕まえてヤドランにするのってあれか、普通に進化するだけだからいいんだよね。ヤドキングじゃないからいいんだよねきっと。グダグダ、何も考えずに始めてしまいました。エスパーテラスタルのヤドンを捕まえるってことか。よし、じゃあまずですね。ですね、ありがとうございます。じゃあヤドンを捕まえましょう。グレンアルマはちょっとあれですね、ちょっと難しかったということで。捕まえに行きましょう。あ、ちっちゃこの、待て待て、このコダックすごい兄弟っぽいわ、かわいい、いいじゃん。かわよ。急にかわいいじゃん、やめて。こいつ好戦的なんだ。王者の泉によく出るらしいんで、じゃあそちらに向かいます。王者の泉のどこだ、ここら辺ですか。はい、ここら辺っぽいっす。あ、だから宿を持ってるか見とけばよかったわ。何でしたっけ、あ、ヤドンを持ってるか一旦確認したかったんだ。こないだボックス整理してめちゃめちゃ逃がしちゃったんだよね。あ、いるやん。あー、テラスタイプ水だ、ダメです。尻尾うまいって名前にしてたんだ私。ヤドンどこ、いなくね。あ、いたいたいた、食べないで。なんかヤドンの尻尾って昔なんか食べるって噂で聞いたことあるんですけど、どうなんですかね。クイックボールにしよう。捕まってくれ、あざす。エスパー、尻尾で餌を釣るのが得意。水なんだけど、困ります。なんかよく見たらヤドン可愛いかも。今君の魅力に気づいた。どうですかこれは。あ、来た来た来た、これです。これですとか言って、この子です。これで
控えめミントをあげるんだって。ではこの宿を逃がしていいですか。ここから逃がせるっけ。逃がせないや。ややこしいのでちょっと消えてもらいます。あなたには。こいつもしまっといて、よし、控えめミント、ここだっけ、あった。え、てかもともと控えめだったりしない？あ、全然違うわ。控えめにさせます。控えめにさせて、はい、どうもどうも。ほんで努力値を振ります。お寿司や、努力値のやつってどこだったっけな。どこだったっけ。テーブルシティ、テーブルシティラッキーズ、ラッキーズ。池田さん。あ、ダイさん。やっほー。ちょっとね、眠くなるまで配信をします。ポケモン、今日はポケモンやってる。昨日ちょっとバイオやって、体力がね、全体力を使ってバイオをやったので、今日はポケモンにしました。完璧昼夜逆転やね。そう、昼夜逆転しちゃったんだよね。完全に完全に逆転です。なんでこの時間。あ、エゴイストさん。昼夜逆転しちまったんす。いつもはね、ニートだからこそ規則正しい生活を心がけて12時ぐらいに寝ようと思ってるけど、まあね、まあ、こういうこともあるよ。ゲームが楽しすぎて朝6時までやっちゃって、完全に昼夜逆転する、そういうこともありますよね。言うてみんなも起きてるじゃん。よくあることです。あ、シーダさん、スタンプありがとうございます。それ私が書きました。もう毎回言ってる、同じ人にも言ってるかも、何回も。いや、戻る。いや、寝れないよ。寝れないかも。ポケモンの次のイベントエースバーンなん。あ、そうそうそう、今エースバーンのイベントやってて、前はあれだったね、あの、なんでしたっけ。リザードンでしたけど、マックスアップとリザチウムと、これで役付けします。マックスアップ
もう25個。コアオーディーよ。オーバードーズ。25個あげて、体力の羽を少々、小さじ2、エリゾチウムを大さじ25、知力の羽を小さじ2で、抵抗の羽を、まあ、適量6個。あ、間違えた。あれ、今1個あげたんだっけ。はい、6個。あ、5個、計6個。よしよし、これで100にします。雨あるかな。あ、あるある。 L めっちゃ持ってるじゃん。どんぐらいいるんだろう。 OK、 進化。もう絶対 B をさせようとするじゃん。え、これさ、100レベルにした時点で B でさ、進化しなかったら一生進化できないのかな。できないよ。そりゃそうよ。できないのか。危なかった。ね、めっちゃ汚いんだけど服。え、こんな汚れる？こんな汚れるんだ。高いんだよね。ゲタの服汚くね。汚ねえなこれ。砂嵐なのか、まあ、3ヶ月ぐらい、まあ、洗濯もお風呂も入ってないのかっていうところだよね。黄ばんでます。高かったんだよ、この服とかさ、ファッション、ファッションの靴とかさ、帽子とかバッグとか全部買い占めてきたんだから、この間。だから1個8万のアイテムとかあったからね。これで、またドーピングをしますと。あ、じゃあこうやって使うんじゃなかった、間違えた。個体値を鍛えます。全部ダメやん。でもハイパーボイスで荒稼ぎしてるんでしょう。そうそうそう、最近やってないけど、わざわざさ買ったんだよね、連打。ちょっとお金欲しくて。ガチだわこの人。もうだいぶポケモン熱があったね。寒そう。かわいい私。寒そうな私かわいい。はい、間違えた。すごい特訓。銀の王冠にしよう。攻撃以外、鍛えてやってください。どういう特訓してるんだろうね。
個体値をさ、生まれながらにして持つ能力をどうやってあの人は鍛えてるんだろう。マインドコントロールに近いかも。そりゃすごい。意味深だよ。意味深だ。意味深すぎる、怖い。だって個体値だからね。努力値じゃないもん、個体値だからね。個々人の深層心理にか働きかけてるんだよ。理想の技を覚えさせましょう。だって何がいいんだ。ちょっとわ技どれですか。このいっぱい候補挙げられても私困ります。アシストパワー、鉄壁、悪だくみ、怠けるだって。アシストパワー、あ、ちょっと待って、アシストパワー、これだ。あ、だいたいあれだ、技マシンだな。怠けるって何？ああ、そういうのあるんだ。回復技ってでかいよね。はい。これでソロで勝てたらすごいですけど。鉄壁、鉄壁、鉄壁、立ちつて持ってますかね。てないやん。悪だくみは、はわって最後だよね。持ってないのか。赤さだな、浜やらはない。あ、アシストパワーあるわ。はい。オッケー。作れるかな。技マシンマシン。技マシンを作る。鉄壁、立ちつて、赤さ、た、ち、た、ち、鉄壁あった。はい。作れてよかった。はい。覚えさせる。え、一回さ、技マシンで覚えさせたやつって忘れさせても思い出せるんだっけ。悪だくみ、え、悪だくみない。できますね。あ、できるんだ、ありがとうございます。じゃあ一回覚えさせたらまた技マシン作る必要ないのか、忘れさせても。安心しました。え、悪だくみ。経験値の飴足りね。あ、足りない。レイドバトルいっぱい行かなきゃじゃん。でもなんかレイドバトルさ、あれなんだよね。あの、TP 増やして忘れると戻っちゃうみたいですが。PP 増やした分は元に戻るんだ。なるほど。技自体は思い出せるけど PP はあの規定値からになっちゃうんだね。あー、勉強になります。パルデアの大穴に落ちてるらしい。取りに行こう。テラレイドさ、あの
ポケポータルでマルチで野良でさ潜るとさなかなか入れなくてあんまり効率よく回れないんだよね。あと普通になんか負けちゃう時多い。戦犯かなこれ私。やっとすみません寝落ちしてました。わら、全然全然いいですよ。あ、私の配信が寝落ち配信になっていたということでありがとうございます。野良で入るとだいぶ入るのもね時間かかるしね。そういや2体目の伝説捕まえたん。あ、ミライド2体目捕まえたよ。どこ入れたっけ。なんか頑張って捕まえた気がします。どっか行きました。どっか行った。あ、いた。逃がした。逃がしてない逃がしてない。これこれです。密輸ですか。あ、アークさんやほやほやほ。密輸してないです。他国に売り飛ばしてません。違法なことはしていません。私パルディアの大穴のそいつレイドで使ってないんだ。あ、使ってないね。うわ、強いやつがいる。裏に回ってちょっと待って、めっちゃ見られてて怖いんだけど。ちょっと待って、裏に回ってこの崖を登るらしい。見て、すいません。え、登れない。あ、登れた。ここ登ってもう一段登ると、悪巧みがあるらしい。これか、やった。うわ、ポケモンやってるんですね。あ、そう、今日ポケモンやってます。まあ、イベントがあるのでニャイキングあれば大抵はいけるしね。あ、そうそう、鉄のカイナはね、リスナーさんから、本当に育成とか全く私分かんなくて、ポケモン今までやってたけど育成とかしたことなくいいとかいう話してたら、哀れんで、この2体くれたんですよ。だから大体なんかもう、これでいけるんだけど、あとはここら辺は、ここと、ここは自分で作ってみたやつ。え、ニャイキング持ってないんだよね。捕まえてない？作ってないです。じゃれつくのバグって治ったんかな？え、治ったんかな？マジでさ、バグってるって知らなくってさ、配信者友達のにわちゃんと裏でリザードンレイドをちょっとやってみようよって言って、一生懸命私がマリルリ作ってね、じゃれつく覚えた。で、二人でマリルリでやったんだけど、あ、やった、倒せたって言ったら、またHP 赤になったと思ったら、急にね、普通に黄色とか緑とかに戻って、二人で絶望したトラウマがありますね。じゃれつくバグといえば。思い出した。懐かしいな。その後、配信でやったら意外と簡単に。12月25のツイートではまだ治ってないから。達成できたけど。まだ治ってない。イカ略。え、まだ治ってないんだ。いい加減にして、あれ、本当にさ、あれ悪いよね。悪いバグだよね。倒せたってさ、ぬか喜びさせる
悪いやつだからさ早く直してほしい。バトル初心者の2人がさ一生懸命考えてやってさやってたのにバグで倒したと思ったら倒せなかったっていうあの切なさやめてください本当に。あ、これでできたか。あ、違う、 あとは持ち物だ。持ち物、持ち物が命の玉、命の玉ありますか。私ないってこと？いいだからないってことか。ここあれだよね、持たせるやつだよね。買いに行きます。テーブルシティのネリバードポーチ、命の玉持たせたら一回やってみよっかな。どこだ、これか。うん、え、なくない？明日か。すぐぶち切れちゃった今。命の玉、い、え、なくない？あったわ。これで持たせたら完成。間違えた。命の玉ってどういう効果なんだ？見てなかった。攻撃するたびに HP が少し減ってしまうが技の威力が上がる。そうなんだ。あ、だからこその回復技的な。怠ける、アシストパワー、自分の能力が上がっているほど威力が上がる。え、それはそうじゃないの？さらに普通よりさらに上がるってこと？鉄壁、悪巧み、特攻を上げる、防御を上げる。これで本当に勝てるのかな？疑いの目を向けています。で、どうやって使うんですか？こちらのポケモンさんは。ツイート見たんだったら、その通りにやれば勝てるんよ。防御とか攻撃に関係ないスて上がってても威力上がるってことでし、イカ略。あ、そういうことか。可視系。賢けーな。よく気づきました。私なんか攻略サイトを見てるんです。立ち回り、もっと褒めたたえよ。すごい
やべ。適当で草。草。いや、全力です。え、ちょっとどっかにさ、書いてあったんだけど、あったあった。最大まで鉄壁を積む。最大まで悪だくみを積む。イケイケどんどんする。こんばんは、エスバーンレイドですか。ああ、楽勝さん。俺。エスバーンレイドの今準備してて、やっと今ヤドランができたので、ちょっと一丁やったりますかっていうところです。アット楽星チャンネル、こんばんは。あ、お友達だったっけ。俺天才ね。にわちゃんのスタンプめっちゃ可愛いよね。てか天才スタンプが天才すぎない？めっちゃ使いたくなるスタンプなんだけど。ま、私のね、にわちゃんで作ってもらったスタンプもね、めちゃ可愛なので、みんなどんどん使ってみてください。使える人は持てるすべてを使ってください。自分で天才言いすぎてスタンプまで作っちゃうくらいだから、ね。私天才。もうにわちゃんがね、もう可愛くて可愛くてしょうがないよ。ここにシルタリスいいんだ。シーダさん、こんばんは。自分もヤドランでやってます。バイオレイカ略。あ、そうそう、バイオレットだからさ、ね、準備大変ですよね。私一匹いたんですけど、テラスタイプが違ったんで諦めました。テラピースが全然なくて。グレンアルマがね、ちょっとね、ちょっと厳しいっすよね。だからテラピース食べるのめっちゃ大変なんですけどっていう問題。あー、ここにレイドしに来ればよかった。あー、リノスケさん。あ、配信終わったんですか。さっきチラッと見てましたよ。レイドやってるのもチラッと見たし、ポケカ開封してるのも見ましたよ。リノスケおじちゃん来てくれたんですね。今ね、ヤドランをやっと作ってみたので、ちょっといつやったりますかっていう。最初やった時にボコボコにされたので。やってみるか。これ一回さ、ソロでやってみていいですか、勝てるか。もしやりたい人いるんだったら、一回消してみんなでやる。リノスケさんの真似をしてみるか。レイド参加型。これ私さっきセーブした？まあ、いいか。ライクちゃん、おはよう。今日は夜遅いね。良い子はね、イカ略。やったれ。リノスケおじちゃん。リノスケちゃん元気かな。リノスケちゃんと早く一緒にポケモンおじさんしたいな。頭働いてないわ。おじさんのクオリティが。おじさんのクオリティが。ちょ、いっちょやったりますわ。で、2日までやってるんだよね、エースバーンさんは。とりあえずイケイケどんどん。怖い。頑張れ。積みまくればいける。頑張るぞ。一旦ソロでね、いけるか。最大まで鉄壁を積むらしいです。リカコ、ひなこ、ケンイチ頼んだぞ。鉄壁って何回やるんだ。ぐーんとだから3回かな。ねえ、めっちゃ痛いんですけど。
耐えれるかな。ところで今度の土曜日は空いてるかな。一緒にポケモンしたい。早く。なんつって。おじさんのクオリティが日に日に上がってってる、りのすけさんの。私もね、最近あの寝れない畜生、寝れないんだったら私の配信を見て安らかな気持ちになってください。癒し系配信者。え、なにこれ、違う違う、え、こんなボタンあるの、違うです。あ、様子を見たかったんだ。びっくりした。あと1回詰めばいいんだ。ところでなんだけど、大晦日ではあるらしいね。気づいちゃったらしい。どうやら世間では。でもう31日なのっていう。どうやらね。そうだよ、この世界線では。この世界線では大晦日らしいよ。服部の会、大晦日って何ですか。大晦日って何ですか。大晦日か、リノカイさん、おじさんタイプ。リノスケさん、リージョンホーム、おじさん。え、私何回積んだ。あ、まだ1回だ。あと2回。勝てっかな。うわー、なんかやってきました。もう一回。え、死んじゃうんですけど。アットシーだ、ゲイマー、平日。まあ平日っすね、言うなれば。待って待って、ねえ、ステータス効果消されたんだけど。ちょっと待って、リノカイ、おじさんの姿。おじさんの姿。ねえ、意味ないじゃん、積んだのに。どうす、また一からやり直すのこれって。ちょっと待って、無に無に帰したんだけど。一旦回復して、一からやり直しです。嘘だろ、ねえ、死んだんだけど。やだ。あ、まあね、一旦死んで回復するっていう。悲しい。よっぱ。ザーコザーコ。もうまた最初からだ。ひどいよ。一生懸命やってるんですけど、みんな死んでるし。わらわら、楽星さんもこんばんは。みんな、みんな友達だ。世間って狭いね。やっぱソロじゃ無理なんや。やだ、いける。あ、やばい、死んじゃう。回復させてください。ソロでいけるって書いてあったもん。なんかみんないたからレイドしてくればよかったなって。あー、あ、でもシーダさんがレイドしてくれたんですよ。リノスケさんもその心ありがとうございます。本当にトトロいたもん、トトロいたもん、勝てるって書いてあったもんね。一回も攻撃できてないよ、私。私が満々できた。したことない人にしまくってます。
いや、ありがとうございます。本当に美濃海さん、こんばんは。宿ランならソロで行けます。宿ランならソロで行けますっていう情報を私は手に持っているんです。で、死んだからまた最初からだしね。くそ、誰が悪いのこれ。誰が悪いの。もう時間ないよ。あら、誰が悪いの。足りないですね。はい、確かにさっき会ったばっかなんだよねこの子。まだ会って数十分ぐらいです。やめろ。うわー、死んだ。いつもここ来て構ってもらってばっかいるのに、今度レイド島イカリャク。いや全然本当に他にやる人がいないなって思って、私がやってたらやっていただけるとめっちゃ喜びます。ねえ、勝てないじゃん。デマ？ヤドランデマですか？でもお前ちゃんとしろ。もう一回やってみよう。もう一回やってみようか。しっかりして。そっぽ向いてるらしいから、できるまでやるんだよ。やるしかない。でもまあ今一回やったからさ、まあ、一旦ね、一旦できないパターンを見せて、でこれで正解パターンを見せるんですよ。わかりますか。あえて一旦怠ける使うタイミング大事かも。ありがとうございます。怠けるを使うタイミング、同じこと言ってる。同じこと言ってる。まあ、わざとですよ。あら、シンクロしてる。シンクロ率 80%。 え、怪しい人4人見えた。4人見えた？怪しい人。あ、このやってる人たちかな。加谷正明新平のこと。え、怠けるってもう半分ぐらい食らっちゃったらやってった方がいいのかな。1、2。あ、麻痺やってる。えらい。体力の半分回復するからまだ耐えれるよね。自分は怠ける使わない方が安定しましたね。あ、そうなんだ。どうしよう。さっきと火ダメージ全然違うやん。確かに、なんでこいつ弱いのかな、このエースバーン。今3つ積んだよね。積んだ。わざわざさ、ここで様子見なくてもさ、この技の減り具合で分かったのに。私のその場その場の判断力が重要ってことだ。じゃあ怠けない方がいいのかも。笑い、もう適宜みんなやっていこうってことだ。その場その場で。あ、しびれてるのがマジででかいかも。悪だくみ、技の減り具合初めて気がついた。あ、私天才でした。私が一番最初に気づきました。これ何個積んだか知りたいときはわざわざ様子見なくても技の減り具合でね、わかるんですよ。これで、これでもうさ、技打っていいのか。アシストパワーですか、教えてください。天才
天才だ天才だ、すごい今日は褒めてくれる人が多いぞアシストパワーを打つ前に忘れずイケイケどんどんしよう。何？あぶねー、イケイケどんどんらしい、忘れずにって書かれてた何事だ何事だいつものいつもけなされてけなされてそんなけなされてないけど褒めてくれる人は貴重ですからね、私にとって。やめて、モルノやめてくださいやばい、ぶりっこしてるかもしれない。レイドしてもらったから一応。ハイステアック消されたから天才じゃない。え、嘘嘘やん。本当に消されてるやめてください。ねえ、終わりでーす終わりでーす。はい、終わりでーす。悲しげ悲しげ、ライバロリおるライバロリ？ライバロリって何？ライバロリさん？やだ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 。え？あと1回だっけ？3-3、15-3-3。もう一回だ。もうステータス消さないでほしいな。ポケモンでとても有名な配信者さんが終わりっていうの。あ、そうなんだ。なんかライバロリさんはなんかポケモンの人で名前見たことある。私あまりあのガチバトル勢じゃないから名前はなんとなく知ってる程度だけど。そうなんだ、王は終わりって言うんだ。いいな、そういう決め台詞私も欲しいな。なんか決め台詞なのか知らないけどもう一回いいか。俺も欲しいね、なんか欲しいよね。おじさん構文でめちゃめちゃ気持ち悪いことを決め台詞にする。これでまたイケイケどんどんしなきゃいけないのかな。どんどん、これでいいですか。これでやっとやっと攻撃できる。ちなみにテラスタルも忘れてるから天才じゃないいやまだテラスタルできないの。あ、結構食らった。あ、命が命が削られるって出るんだ。命かけてるわヤドラン。死んじゃうかも。待って、回復すればよかった。おじさん公文はここに送りつけるためだけに育んでくれわらわら。私はリノスケさんに送るためだけにおじさん公文を学んでるんだよ。いつも送る前にどんだけ例文をめっちゃね見てる。おじさんの終わりの、まずい、死んじゃうし。あ、姿勢チェック、すいません、ありがとうございます。ミワちゃんには送れません、時間切れだわやだ、まだいける、まだいける。わらわら終わりのリノスケさんの新しい決め台詞。あ、テラスタルしてやれば勝つんじゃないですか。どう？
ニワちゃんには送れなくて私には送れるおじさん構文。頼む。時間切れでは終わりです。いやまだいけるまだいける。どう？ HP 見して。あ、やった！倒せた！やった！パチパチパチ、やりました。なんとなんとかナイス。捕まえないよね。捕まえないの？じゃないじゃん。ギリ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 だった。マジギリギリだったね。捕まえないことある？ワンパンってマジなん？ワンパンでできるの？何ボールがいいかな？あ、スピードボールっぽくない？バリア前ならいけましたね。あ、そうなんだ。バリア張られる前に詰めればってこと？いや、マスターボールよ。いや、絶対嫌だ。絶対嫌だっていうか、もうマスターボールはもうどうしよう。もう持っとるわ、ずっと。お守り代わりに持っときます。クイック？クイックですか？どうしようかな。スピードボールっぽさもあるけど、あ、スピードボールじゃない、リピートボールっぽさもあるけど、レベルボール、スピードボールにしよう。いけ。捕まえちゃった。意外と勝てるもんっすね。はあ、あーなんで、あーなの。いいじゃん、捕まえたって。捕まえました。ま、こんなもんっすね。やった。マーライクちゃんなら余裕か。まあね。じゃあもう終わりじゃん。終わりなんだよね。思ったより、また思ったより早く勝てちゃったっていう。ガヤドランよ。ヤドランしか勝たん。リベロだって。1回だけ自分が出す技と同じタイプに変化する。え、これさ、ニャオハと同じじゃない？え、どうしよう、勝っちゃった。同じ同じね、同じですよね。なんかあの旅パポケモン大会に出た時に相手がそのなんだっけ、マスカジャカちゃん、マスカーニャで相手マスカーニャで、私その夢特性知らなくて変幻自在何されてるか分かんないままやられたのを思い出しました。チャカちゃん、どうしよう。目的を達成しました。達成しちゃいました。出てこい。わわ、すごい、人間と同じサイズだ。マスターボール行こか。マスターボール行こかって何？あ、ランクはってこと？
ことを済ませばことを済ませば。じゃ写真いいっすか。ランク、わら。あれどうやって撮んの。こうか、フィルターかけて見ちゃったりして。かっこいいじゃん。あれ、エースバーンの色違い出す配信でしたよね。こっから色違い卵をやってみますか。ね、すごいよねこの。わー、あ、ね、蹴られたんだけど今。見た？それはいいよそれは。もう一回やってみ。もう一回蹴ってみて。ほら。めっちゃ普通に蹴られるんだけど。何この子。暴力的。エースバーンいじめてる。エースバーンにいじめられてる。ほら。反抗的だな、逃がそう。見て、態度悪い。ほら、見て。蹴り飛ばして寝てるんだけど、なんか DV 夫みたいに見えてきた。お前、働いてこいよ、っつって。サンシャイン、先。あ、サンシャイン、DV 彼氏。池崎。確かに、あの、体反る感じ、サンシャイン、池崎、モーションキャプチャーしてるかもね。DV 彼氏だ。カルピー。カルピに蹴り飛ばされました。金稼いでこいって。その男やめなよ。いやでもいいところもあるんだよ。昨日役立たずのカルピ指揮してたし。あ、昨日あれだね、バイオのカルロスさんがカルピピでラスボスでカルピピ応援してくれるだけっていうね、役立たずカルピだったけど、結局ね、私のことを愛してくれるのカルピだけだから。起きた。また蹴られた。起こすんじゃねえよって。ひどい。そんなひどいことしなくてもいいのに。いて。寝かせてください。アークさん。寝かせろって。寝かせないよ。エースバーン無職。最強のエースバーンかっこ無職。メンタルが最強ってことだな。いやでも私も無職だからな。カレピには私にはいないんだもん。トトロいたもん。トトロいたもん。何しよっかな。あ、なんかそうだ、リザードンのさ色違い欲しくて、卵こんぐらいは持ってるから、これ孵化させようかな。まあ、これで多分色違い出るから、それで配信終わろう。無色最強。それ無色最強。あ、国際孵化。そうそうそう、国際孵化です。こないだリスナーさんから韓国産のもらったんだよね。エースバーンも最強だし、マジか、海外メタモン持ってたんか。わら。そう、なんかもらったんだよね。いるって言われて、いるって。いるって言ったらくれた。どこ入れたっけ。あ、これじゃないや。え、あの裏でこそこそ卵をね作ってたんですよ。そういえばこれが海外メタモン、しかもね 6V なんだよね。ほら。めっちゃいいのもらった。孵化させよ。ちなみに120個孵化させたわい。全く出なかった。ついに海外にまで悪の手が。悪。私を悪と
言わないでください、正義です。え、毎朝配信中にさ、大量の人影の在庫抱えてます。もう捨てましょう、まとめて。まあ、ホゲちゃまのさ、色違い狙って何個か孵化したけど出なかった。バイベルサムク100、ごめんなさい。ごめんなさい、103つ。これがアークさんの謝罪の気持ちってことですね。いただきます。私はね、正義の人間なんで、そこのところはしっかりと頭に叩き込んでおいてください。3つありがとうございます。私真っ黒じゃないから、真っ白だから。正義だと思ってません。思ってないんですか。じゃあ何に対してのごめんなさいなんですか。私が怒ってる理由わかる。これ卵パワーつけた方が孵化早いんかな。まあお金あるし食べとくか。無駄遣い。お金の無駄遣いしていこう。じゃあ今から今あるワンボックスとちょっとの卵で人影の色違いを見せるっていう、そういう配信にします。まあ出ないなんてことはありえない。卵パワーって卵を産ませる時のやつじゃない。じゃあ意味ないね。ただリッチなご飯食べただけです今。ステイクメスタート。もう出ないなんてことはありえないから。ね、邪魔この人。邪魔です。まず1セット目、まあまあこれでね、交通出します。正義の人、ねえ邪魔。交通事故、完全に 100% こっちが悪いですね、車の方が。正義の人、正義の人にとって悪は邪魔ってことです。あの人たちが悪だったんです。悪い人たちなんです。あの人が、私があれしました。グラセフの才能あるね君。グラセフやりたいな。昔さ、お兄ちゃんとやらせてもらったんだけどね、人影の色違いってさ、めっちゃ色が薄いんだっけ。てかメスだ、メスが出た。グラセフ車奪って運転するの好きだったよ私。でも何すればいいのか分かんないんだよね、グラセフって。ひたすら車奪ってました。薄いね、生まれた時に星出るから分かるだろうけど。あ、そっかそっか。でもみんなきらめいて生まれてきてない、大体。もっと星が出るってこと？正義の人が車を奪うとかこっは。違うんです。悪の人に車を持たせないように回収してるんです。私が。人それぞれ光る部分があるんよ。人それぞれいいところがある。十人十色、みんなもね、それぞれいいところ持ってるんだよ。すごい綺麗な配信になってない？いつもか。すごい優しい配信です。
ちなみにもう卵ないからな。ありがとう。ありがとうございます。ほんまや、優しい世界、野菜生活、草。わらわら。ありがとう、教えてくれてありがとう。ライクさんは闇の部分が多いか。いやもう光しかない、光ってます。光ってます。私光属性無色。うん、もっと崇めてもいいよ。神、私は光の人間です。もう教えないね。教えてください。教えてください。まああともうちょっとしたら色違い出るから、まあみんな待っててよ。エースバーンってさ、また0時になったら出るよね。2日までだよね。2日の9時までだよね。全部一緒やん。いや、若干色変わってきてる。だんだん薄くなってきてる。ごく微量に色が抜けてってるから、あと何回か繰り返したら完全に色が抜ける。生まれるたびに薄くなるとは。リザードンが産むたびに色素がなくなってってる。でシステムが認知できたら多分きらめくはず、色の薄さをね。どんさっきのやつより今の方が薄くなってってるよ。見ててみ、ほら。池田のポケモンだけなんか血用違くない。あ、エミさんありがとうございます、フォロー。今好き。ありがとうございます。あ、エイクさんありがとうございます、好き。ただのズル。告白されました、ほんまや。で、だんだんちょっと色薄くなってってるんですよ。見てもらったらわかると思うんですけど。あ、バルコットさん。なんで泣いてるんですか。ドントクライ。さっきテラレイドでエースバーンのイベントをヤドランでソロで倒すっていう目的を果たしたので、今人影たくさん産ませてます。ありがとうございます。好き、海外の人かな。エミさん、ただのズルしてます。バルコットさん。ズルじゃないです。真っ当にやってます。繰り返すごとに色が薄くなってってるのはみんなご存知の通り、さっき見てもらった通りだから。いつ気づくかな。言われる前に気づいた。でもありがとう、教えてくれて。わらわら。何度同じ過ちを繰り返せば気が済むんだ私。2回も同じことしてる。3度目はないぞ私。3度目はないからな。ミライドン、ミライドンが止まって教えてくれればいいのにね。記憶ないのかな、優しいな。
あったけえなーこの配信。記憶ないよ多分。未来ドンが悪い。未来ドンが悪い。もう卵を持ってないっすよって教えてくれないからさ、こんだけやってるのに。ほら、なんか薄くなってってない？色がやっぱり。あとなんか30匹ぐらいやったら完全に色抜けると思う。なってない。いや、なってる。よく見て、よく見て、ほらね。色抜けてってるでしょ。気持ち薄いなみたいな。いい眼科知ってますよ。なってます。盲信。ちょ、眼科行こうか。年末年始やってるかな、眼科。盲信じゃないです。みんなこそよく見て、みんなこそよく見て。薄くなってってるの分かんないなって人はシーダさんにあの眼科紹介してもらいましょう。それがいい。薄くなってる気がするでしょ。ほら、凛之助さんは大丈夫だね、眼科行かなくても問題なし、確定診断。え、エッグさんとマルコットさんいなくなっちゃったかな。初見さん、エミさんもフォローしてくれたけど、みんな見てる？よく見たら余計薄くなってるわけないんや。なんだ？薄くなってます。ほら、ベースでアルゼンチンな。あ、アルゼンチンからこんにちは。見てないよ。アルゼンティーナ。やっほー。アイプレイポケモン。人影エッグ。まただよ。あ、ギリギリ。ギリギリ気づきました。エレース。ディ。ラ。レアエザ。ポー。キュ。エレース。ウーナ。プリンスサ。フロスト。フロストさん。アウトです。いや、ギリギリ間に合いました。あなたは王族から来ましたか。え、なに、プリンセスだねって言われてる。イエスイエス。アイムプリンセスウーマン。センキュー。いや、レオ。まだエイプリルフールじゃないよ。エレース、ウーナ、プリンスサ、ヘアーモーサ、姫。あ、姫待遇されてる。やった、プリンス、プリンセス。私はピーチ姫の生まれ変わりです。プエド、ハセアルテ、ウーナ、ティーレグンタ。質問してもいいですか。ピーチ姫殺さないで。今日随分盛りますね。オッケー、クエスチョンオッケー。ピーチ姫はお亡くなり。可能な限り答えます。で、今日なんか今日盛り上がってんね。アリーナーって感じ。ピーチ姫はピーチ姫は死んだ。あなたの身長はどれくらいですか。え、どれくらいに見えてるんだろうな。やめたライクさん。私が殺したわけじゃない。私の身長はドゥルルルルドゥン150。いけたは155。え、164。あ、結構高めに見えてる。200。
2メートルはありません。156センチです。369。どうなってんだ、そんな巨人に見えてるんですか。え、エゴイストさんに身長教えたことあったっけ。貴様は完璧な女です。貴様って読み上げられてる。褒められてるのに翻訳ちゃんが貴様わらわらライクさんって進撃の巨人なんですか。実は高校の同級生なんだよね。え、いや私高校に友達いないです。めちゃくちゃ笑ってもた。めっちゃ笑っちゃったね。わらわら、あ、フラストさんフォローありがとうございます。フォローセンキュー。やばい、私を王族の姫だと思ってくれてるけど、私のことを呼ぶときは貴様って呼ぶフロストさん。めっちゃ面白い。ちょ、面白すぎた。ちなみに貴様の名は教えてくれたね。貴様私また闇出してるやんパークだわ。私の名前は何回やったら覚えるの。はい、覚えました、すいません。私の名前は池田ライクです。読み方が分かんないんだろうね。池田、 Please call me 池田ライク or ライク。Yes, yes, yes, yes. IKETA。 あ、いけたいけた、ナイスナイス。マジ英会話教室行こうかな。いけたどの。あ、いけたどの、なるほどね。なんか将軍みたいな扱い。池田殿、貴様池田殿だな。天中でござる。なんで私悪いことしてない。天中しないで。天中ってなんだ。セアールドネメポン、セアールイグナラントイエンイカ略。あ、フロストさん、ノープログレム。私の方こそアルゼンチンの言葉がよく分かっていないんですけれども、イスペロ、アエル軍、よろしくお願いします。いや、ポデアール、ハセアール、エム、イカ略。私は多くの日本人の友達と、私は日本人の友達を作りたいと思っています。こんなに美しい女性に出会えて嬉しいです。こんなに美しい女性、センキュー。こちらこそ、こちらこそフロットさんに会えて嬉しいです。まやかしって言わないで。こちらこそ嬉しいです。ハッピートゥーミートフロストさん。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。あと ARLK 7210あるのか。おのれさ。やるのか。親衛隊できた、親衛隊。なんとなく日本語を書く。え、ナイスナイス、フロストさんナイス。できへんけど、できへんけど。本当に本当に読むことできへんのか。それ関西弁使いこなしてる。わあ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 。海外の人がさ、方言使うのめっちゃ面白い。
できへんけどとか。いけたポケモンで勝負しよう。ポケモンで勝負する？あぶねえ、気づきました。おいどんの考えたは日本は世界で一番いい国だな。おいどんの考えた日本は世界で一番いい国だな。日本はいい国です。Japan is very very nice country because アニメ、漫画、ゲーム。日本、女、みんな美しい。アニメも好き。女。女女女。ところでだいぶ卵減ってきたけど。いやもうすぐもうすぐ色抜けます完全に。貴様美し。貴様美し。おめっちゃ好き。女好き。女。褒めてなんか嬉しくない。褒めてなんか嬉しくない。嬉しくないんだからね。ツンデレだツンデレ。おい女。女。美しい女。あと FROSTMDD。侍はそんなに喧嘩早くない。侍おるって。あ、日本語を読むのはできないんだ。チャットに翻訳機能あるから手助けになってればいいです。英語も減った。あ、英語も苦手なのか。うつ。今日韓国の人いないならアルゼンチン語にしてみる。スペイン語だわ。スペイン語だわ。え、アルゼンチンの人って言ってたっけ？スペインだっけ？気にしないで、お姫様、なでなで。センキュー。あ、一応スペイン語ある。スペイン語にしてみる。面白いから。もしもし。アルゼンチンはスペイン語ですよ。あ、そうなんだ。学がなくてすいません。じゃあ今日はスペイン語にしてみようかな。あ、翻訳しなくなったわ。シエントキュエルデスティーノノエスウニオイカリャクジョダンダバリュー。スペインの人に口説かれてる。冗談。あ、やばい、スペイン語だとさ翻訳ちゃんがなんかうまく動かなくなっちゃうかも。韓国語に戻すか。見た目に騙されてはいけない。結婚おめでとう。やった、婚活成功。あ、すごいことになっちゃった。英語にしよう。お姫様は結婚した。お姫様は結婚してないよ。聞いた方が身のためです。ちょっと誰が見た目に騙されるなって言った。なるほど、猫さん。ごめん、多分すごい誤解植え付けたかも。まだ希望ある。大丈夫大丈夫、分かる。結婚してませんよ、独身貴族です。独身貴族って通じるのかな。
国際結婚の時間だ。あ、今そういう時間帯なのか。朝方4時、国際結婚にぴったり。ふむふむ。エス、ウーナ、ムジェアール、カサダ、どういう時間帯や、わらわら、どんな時間、わら、でも国際結婚に、国際結婚に向いた時間です。国際負荷だけね、確かに。ちょっと待って、誰、彼女は既婚既婚女性ですって。嘘を言わないでください。エゴイストさん。エゴイストさん、やってんねえ。ライク太郎。ライク太郎。なんです、なんです、嘘はいけないんですよ。嘘は女しかついちゃいけないんですよ。知ってましたか。君は結婚しているから、今日から我がの親友になれ。まあ、結婚は本当はしていないんですけれども、あなたの親友になりましょう。かしこまりました。親友できました。ありがとうございます。未来で告白します。未来で待ってます。どう、色の抜け具合どう。優しい女だな、ありがとう。優しい女やで。全然出ないやん。全然出ないやん。色はちゃんと抜けてきてるんですよ、安心してください。女呼びスコ。ね、スコ時をかけるライブ。めっちゃスコなんだけど。違いがわからないんだけど。あ、違いがわからない男だね。あれでしょ、あの女の子が前髪切っても気づかないでしょう。あ、女なんて言えばいいんだろう。スコイズ好き、好きってことです。ネットスラング、ネイルとかはわかる。ネイルは確かに最近してない。で、女フロストさんが、なんて言えば、フロストさんがお私のことを女って呼ぶのが面白いって伝えたいけど。 It is funny フロストさん call me 女。前髪2センチ切ったとか言われてもわからん。いや、分かって。なるほど、分かったか。なるほど。あ、でも英語もわかんない。まあいっか、なるほどらしいので。私前髪ないんですけどね。10センチくらい切ってから言って。10センチも10センチ切ったらさすがにわかるか。前髪作ってない子が前髪作ったら、女何歳でござるか。前髪ないの。前髪ないよ。女年齢不詳です。明言してません。やめてください。35歳じゃありません。20代です。485歳。デーモン閣下みたいじゃん。35歳なら50としても
我がの親友が可愛い25歳ですまあね、20代その情報しか与えません。20代ということしか教えません。ありがとう。 Thank you。 Gracias。 あ、誤魔情報を流すのは良くないよ20代カリ可愛いだな。はぁ20代カッコカリ。お持ち帰りっていう言葉知ってるんだ。何のアニメだっけ、お持ち帰りいいって。やばい、あと卵少なくなってきた。誤った情報でもないですし、カッコ仮でもないですよ。かわいい、あ、日暮らしか、なのです。あ、日暮らしだ、懐かしい。リカちゃんだ、リカちゃん、フルでリカ。かわいい、かわいいなのです。さとこの泣く頃に、懐かしい。日暮らしの泣く頃に知ってるのかな。さすが我が親友。My best friend。 漫画持ってたよ何巻か、日暮らしの。友達が買ったけど怖いから持っててって言われて。なんでアニメのセリフよく知ってるの、という。ジョジョじゃん、ジョジョ。なんでアニメのセリフよく知ってるの？は。わかるのか。すごいな。誰だっけ、二部の。アニメは偉大だな。ね、アニメは世界をつなぐ。空城、あ、違うな、ジョセフ・ジョースターか、ジョセフ・ジョースターだっけ、次にお前はなんたらって言うっつってね、ね、うわ、なんかすごい懐かしい気持ちになってる今。日暮らしとかジョジョとかの話。次にはジョー太郎、貴様だ。なでなで、えらい、あ、褒められました。なでなで、ありがとうございます。このアマウルセーゾ。君。でも年齢バレるかも。言わないだけなんで私。予測は自由にしてください。波紋を使えるんですね。波紋カッターパパウパウパウ。バレるって年齢。ライク様と呼べ。ライク様と呼べ。ライク様と呼べってなんかあるかな。もうバレてるよ。言ってないからね。20代です。なんと言おうと私は20代なんです。これは真理です。ライク、ライク、 DVD やってる。あ、 DVD やったことないです。やったことないけど買いました。 DVD 買いました。あ、買ったんだよね。買ったのかよ。え、この間セールで買った。あれってみんなでできるのかな。え、そんな怖いの、ホラーゲームなの DVD って。うん、怖くない、怖くない。俺が守る。ヒメプ、ヒメプしてもらおう。4人までできるよ。あ、4人までできるんだ。え、じゃあやってみようかな今度。結構やってる人多いんなら絶対キラーにビビりまくるやん。やってみようかな今度。
やるってなったらぜひ参加してください。あ、水分補給、センキュー。水分補給です。ココア、飲むの忘れてたわ。ただプレイスタイルは海外の方と考え方が違うから気をつけてね。そのココアもう冷え冷えだよ。あ、アイスココアにしてます。今捨てたばかりけど仲良くちたい。仲良くちまちょう。外国人とそんなに優してくれてありがとう。いや全然全然、こちらこそ私に優しくしてくれてありがとう。ああいうなんかさ、協力プレイとか対戦系とかって私立ち回りがよく分かってないから、どうやって動いたらいいか分かってないから、なんかみんなとやるときに迷惑かけないかなっていうのは心配。俺の本名を当ててみて。本名？フロストさんじゃないの？デドバもまずチュートリアルだな。日本はよく知ってる我がの本名。日本やよく知ってる我がの本名。え、なんだろう。田中。フロストはインターネットだけだ。田中さん。フロストさんのリアルネーム is 田中。ファイナルアンサー。一向に出ないやん。一向に出ないやんけ。待って待って、気長に待った。それできるわけないだろう。日本人の名字出す人いる。アルゼンチンの人の名前知らないよ。日本には人気だ。超人気。超人気？アルゼンチン、スペインっぽい名前か。カルロス。カルロス。日本人っぽいじゃない。すいません。違う。違う？レオン。レオン。レオンレッドフィールド。違うわ。から知ってる。え、なんだろう。スペインっぽい名前ってなんかある？全部バイオのキャラじゃん。クリス・レッドフィールド。いつみ？いつみ？ミッキー。ミッキー。ミッキー。ミニー、ドナルド。あ、わかった。え、なに？え、わかんない。え、なんだろう。簡単だろう。赤い人や。赤い人？え、なに？日本人もわかる？日本人もわかる名前ってこと？色違い出てないですか？いつみ。え、わかるわかる。え、なに？え、わ、赤と緑や。赤と緑。あ、え、マリオ？ルイージ？マリオとルイージ。マリオだ。あ、マリオなんだ。へえ、マリオさんなんだ。すごい。本当にマリオさんなんだ。じゃああれ、土管に住んでるんだ。本当に同情絵かと思った。どん兵衛。赤
と緑と、赤いキツネと緑のタヌキか。マリオはそりゃ知ってるわ。ワンアップキノコ。じゃあマリオシリーズ好きなのかな。ライクとマリオ、トーマエラ。パンチになろう。ライクとマリオとお前ら。言われてるぞお前ら。聞いてるか。お前ら。愉快な仲間たちみたいな。トモパンチになろうだって。トモパンチ、友達ってことやな。俺たちはモブよ。誰がクッパかな。私姫やります。はい、姫やります。モブモブ。モブモブ 100% 我が姫。無理です。無理です。姫やらせてください。できます。私じゃあクッパやって監禁しときますね。池田さんはキャサリンでしょう。キャサリン、キャサリン、キャサ、まあ、ピンクで女の子だけど。俺の姫様狙うな、お前ら。マリオだ。マリオさんが守ってくれる。私結構強いから簡単にはさらえないよ。ライクさんはジュゲム。ジュゲム。ジュゲムってどんなのだっけ。結構モブじゃない、マリオの中のモブだよ。マリカを思い出して。ねえ、マリカ？我が姫。マリカあんまやってないんだよね。イエス。イエスプリンス。違う、イエスプリンセス。俺も配信者。言ってダメだけど、ごめんなさい。あ、配信者さんなんだ。フォローバックしますよ、フォローバック。わ、すごい。858人いる。フォローしました。人が来ないけど。また遊びに行きますね。私もすげえ。さすがマリオ有名人だな。ね、マリオ、マリオさんは有名でした。ありがとうございます。また遊びに行きます。 Thank you。 ちょっとこれ色違い出ないですかね。色抜いてお願いします。どう、これ色違い違う。日フォローはあるけど誰も来ない。あら。だから姫が終わった。もっと人気だ。いやいや、全然全然ですよ。眠いから早く色違い出して。あ、もう終わりました。これです、色違い。これ男だ。あ、男性の方なんだよね、マリオさんは。これが色違いです。迷われません。色違いです、これが。許してください。許してください。これを色違いということで納得いただけないでしょうか。女はマリオの名前だったらやばくない。確かに女性の名前じゃないね、マリオは。違います、やり直し。やるんですか。
これ色違いに見えないですか？これ色違い、色違いっぽくね。無理しないでね。Thank you。ありがとうマリオさん。色違いが出ました。これです。間違えた。多めですね。違いました。マリオ家と呼んでいい。もっと誠意を持って懇願したら考えなくもない。マリオ、マリオお兄ちゃん。いや今日嘘多くないでしょ。いつも通り嘘は少なめです。お兄ちゃん呼び出した。マリオ、マリオお兄ちゃん。私はルイージ。幸せすることができます。死なないでください。人影ずいぶんごつくなったな。ちょっとごつくなっちゃってたさっき。皆さん、私言わなきゃいけないことがあります。眠いです。どうしたの？色違いだと表記違うんですか？ダメです。寝ればよい、ね、寝させてもらえないでしょうか？色違いはこの人影で、この人影の命一つで許してもらえないでしょうか？寝てください。姫様、ありがとうございます。寝てくださいという言葉をいただきました。寝ていいみたいです。多数決ですよ。民主主義。お前ら、我がままさ。言われてるぞ。お姫様の体が一番。昼夜逆転して大変なことになっています。ちょっとね、寝ようかなと思います。いや、こんなね、夜遅く。朝早くに来ていただき、皆さんありがとうございました。みんなのおかげで。次も来る。ああ、ありがとうございます。行って寝れないでしょう。お前らも来てくれ。みんなもね、時間があったら行きましょう。マリオのところに。ってことでね。こんな変な時間帯にやったにもかかわらず見に来てくれてありがとうございました。で、今日あれですよ、今年最後の日ですよ。あと FROSTMDD もちろん。あーわー。フロストさんのね、お前呼び、女呼び、貴様呼びで笑わせてもらいましたのでね、笑った方は見に行きましょう。で、次回ポケモンやるなら色違いリベンジやりたいかな。うん、わあ、配信収め。いや、わかんない、また夜やるかもしれないです。年越し一人で寂しいなって思ったらなんかやろうかなって思ってます。でも何のゲームやろうかなって悩んだりして、一人マリパとかやろうかな、わかんないけど。寂しいままねんこして、やだやだよ。暇な人いたら、もし私が年越し配信したらちょっと顔出してもらえると嬉しいです。まあお酒買ってこようかな。一回寝て買い出し行って考えます。一人桃鉄考えてたな。あ、桃鉄ね。100年やりますか。100年。100年桃鉄地獄ですね。
ってことで寝ようかな、一旦寝ようかな。監禁だ。あ、ちょっと監禁クッパやクッパですね。眠くなってきたのでね、おやすみ、寝ます。みんなありがとう、楽しかったです。また来てね。配信お疲れ様でした。 ありがとうございました。フォローしてない方いたらフォローしてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。ライクおじちゃんまたね。リノスケおじちゃんまたね。おじちゃん友達バイバイ、またね。お疲れ様です、姫様。イプシロンマリアさんありがとうございました。バイバイ。